あのキャラクターになってみたいと思います。はい、お目目がパッチリパッチパチになりました。さあ、これをかぶったらいざ変身完了になるわけです。すごい、韓国の街じゃん。いいね。でいいですね。で、本日は NC ソフトさんというゲーム会社に来ております。ホテルからもう目の前だったね。これそうです。でかいね。大きくない？あの大きさがこれ全然ね、お台場のフジテレビよりでかいかもしれない。本当にでかい。で、今からはこの中に行くって言ってましたよね。はい。本当に何しに行くんですか？ここでですね、ブレイド&ソウル2というゲームをですね、体験していただきます。ゲームを体験しに来たの私。はい、そういう感じね。いい仕事え、じゃあもう早く入ろう。行きましょう。あ、こちら、これがないと入れない、ガチガチのセキュリティね。はい、行きましょう。すごい楽しみ。え、韓国来て美味しいもの食べてゲームできる仕事ってこと？そうです。いい仕事持ってきたね早速 NC ソフトの中のなんかすごい聴覚室みたいなところで今からゲームがプレイできるんで、ちょっと早速プレイしてみたいと思います。これね、ブレイド&ソウル2っていうゲームなんだけど、この、ゴン族、リン族、ジン族みたいないろんな種族からまずキャラクターを選んで、ここからキャラメイクができるらしいんだけど、もうこの時点でね、なんかいろいろビジュアルが全然違うから、なんかこういうロリショタっぽいような可愛いキャラもできるし、なんかこういう綺麗めな感じもできるみたいなので、私はまあイケメン作るのもいいんだけど、今回はちょっと可愛い美女、この人族で作っていきたいと思います。プリセットもね、なんかいろいろこうあるんですが、なんかキャラメイクがね、すごい細かいところまでできるらしいんですよ。なんかちょっとね、どんなの風にできるのかわかんないんですけど、やってみましょう。あ、すごい。これね、肌の色だけじゃなくて、ツヤとかある。せっかくなんで、今日は韓国にね、連れてきてくれたから、ちょっと韓国美女みたいにしたいな。ちょっとこだわって作っていいですか？ぜひ。今回はじゃテーマは K-POP アイドル。いいっすね。いいね。はい、 K-POP アイドルでいきたいと思います。骨格はね大事。あ、すごい眉毛も選べんだ。今韓国って太眉はもう終わってるよね、きっと。でも多分平行眉が流行っているままだと信じて、平行な眉毛にこれ髪型選んでからのがいいかな。髪型選びます。うん、センター分けもいいけど、髪色はちょっとハイトーンにしたいんで、ピンク、あー、ちょっと逆にアメリカンな感じになってるな。ブルーはちょっと渡しすぎる。あー、でもアッシュ系のブルーならありかも。あー、グレーいいね。グレー、グレーが正解説あるな。よくない？グレーで髪型もいっぱい選べるんだけど、前髪ありとセンター分けと悩むけどな。前髪ありで。はい、かわいいじゃん。でこれ眉毛の色とかもそれに合わせたら、あ、はい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 、もうちょっと細くしたいな。眉毛の細さをもっと細くしたい。あ、これ目だった。眉毛の高さも選べるね。はいはい、濃さ、あ、これかな。これで薄くしたら、あー、いいじゃん。美人ですね。唇もいけんだ。あ、かわいい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 ぞ。はい、ということで出来上がりました。これね、体のね、この胸の大きさとか腕の長さとかね、こんな風にできんのよ。
なのでここもバチバチの K-POP アイドル級にしてみました。はい、ビジュアルはこんな感じ。めっちゃ可愛くない？いや正直可愛くなりすぎちゃって困るくらいこの顔になりたいということで、早速このキャラクターで遊んでいきたいと思います。はい、ということで日本に帰ってきました。いやー本当に韓国あっという間の楽しい時間だったわけなんですけど、ブレイド&ソウル2でせっかくね可愛いキャラクターを私作ったので、ぶっちゃけあのキャラクター世界一可愛いと思うんですよね。なので私もあのキャラクターになりたい。つまり韓国風アイドルっていうか、なんかね買ってみたんですよ。はい、シルバーのビッグも買ってみたので、こちらであのキャラクターになってみたいと思います。ちょっとね一応キャラクター自体も K-POP 風っていうテーマで作ってみたので、 K-POP 風のメイクにして、衣装もね白は用意できなかったんですけど、黒のねここが空いているようなちょっとチャイナ風というか、そういうデザインの衣装に着替えて早速コスプレチャレンジしていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛くなれたらいいなと思いつつ、奇跡の一枚を加工の力やら何やら何から何まで使って最強の一枚のアイドル写真を作っていく。はい、ベースメイクはそのままで、リップとかアイメイクとかそこら辺はねがっつり落としていきます。で一応ねキャラクターのメイクに合うようにつけまつげなんかもつけていこうかななんて思ってます。長らくねつけまつげとかつけてないからね、ほんと久しぶりに珍しい、最近見なかった自分の顔がもう新しいメイクになるんじゃないかな。今までやったことがないメイクになると思うのでちょっと緊張ではありますが、うまくいくといいな。まずはちょっとね鼻のあたりとかねがっつりね細くしていきます。今回は写真用なんでいつもより濃いめに結構がっつりやっていきます。正直ねライティング、そしていい写真、そして加工の力があれば完璧で最強のアイドルになれるってわけ。じゃあ早速ねアイシャドウとか入れていくんですが、まずホール全体にキラキラのラメを入れていきます。中央中心に入れてます。で目尻のここら辺からちょっとねピンク色のメイクにしたんでそのようにしていきます。濃いピンクも入れていきます。唇も保湿しつつ、ちょっとね私唇の色が濃いし分厚いのでコンシーラーで薄くします。はい、だいぶ薄くなっちゃいました。まあリップは後でやっていきます。さらに二重にしたいと思います。二重にした上で涙袋も作っていく。はい、二重幅ちょっと広げました。でですねコンシーラーとかを使ってちょっと涙袋も作っていきます。そしたらラインとかもね引いて、植毛もねしていきます。まつげハゲてるんで私本当に。つけまつげをつけていきます。はい、お目目がパッチリパッチパチになりました。唇もちょっと形を整えながら塗って、ここからねちょっとぼかしながらやっていきたいと思います。さあ今はねちょっといつもと化粧違うだけのえっちゃんかと思いますが、こちらをかぶって奇跡の瞬間までお待ちください。ウィッグをかぶってですね、さすがに衣装を着替えればいつもと違うことお分かりいただけると思います。チュルン。さあこれをかぶったらいざ最終調整をして変身完了になるわけです。
ここもうすでに違くない？あれ？金髪良いのでは？ちょっと切ったりね、調整して着替えます。はい、ということで現実はこちらになります。もうね、加工アプリの力がどんどん強まっていってるのがわかると思いますが、でもね、かなりいつもと雰囲気が違う感じになったんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはやっぱりこう現実だとちょっとあそこまでの美少女にはなれませんが、でも誰でも美少女になって、またね、ロリキハやらイケメンになって世界を駆け回ることができるのがブレイド&ソウル2のいいところだと思います。ブレイド&ソウル2は概要欄のリンクから遊ぶことができるので、皆さん遊んでみてください。またえっちゃんのメイク、そしてですね、このシルバーヘアいい感じとか、ブレイド&ソウル2気になった、ブレイド&ソウル2のえっちゃんのキャラクター可愛かった、いろんなコメント、コメント欄でお待ちしております。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。